何のことですかね。人違いじゃないかな。じゃあ双子か。ずいぶん似た顔のやつがいたもんだな。だから気度が悪いでしょ。どう考えたって僕はただ信用してもらうためにちょっと力使ったろって言っただけなのに。そういえばマリーも初めて木戸の能力見たとき飛び上がるほど驚いてたっすもんね。そんなことないもん。私そんな風に驚いたりしないもん。木戸のせいで大変なことになってるじゃん。どうすんだせ。ようこそ我らが目隠し団アジトへ。歓迎するよ新入りさん。目隠し団。いやー先ほどはうちの怖い木戸団長が失礼しちゃってごめんなさい。なんすかその紹介。とにかく一方的に怖がらせた挙句こんなところまで連れてきてしまって本当に申し訳ない。まあ元から来てもらおうとは思っていたんだけどなんだか誤解させちゃうような感じになっちゃったみたいで。あの話がよく見えないんですが。そう見えない。木戸の消える能力目を隠す力を見たでしょ君。なるほどね。じゃあ今までその目の能力があるってことは隠してきたわけだ。木戸も昔はそうだったもんね。私このままじゃ消えちゃうよって。俺たちはお前が能力を制御できるようになるよう手伝ってやろうと思う。少なくともコントロールができれば。まあ少なくとも俺はお前を団員に入れる気満々だ。最後の質問は嫌顔にもかなうことになるだろうな。え？友達できそうで嬉しいくせに素直じゃないね。まあまあいいじゃないっすか。ほんと賑やかになるのはいいことっす。お茶入れたよ。私入ります。メカメカだ。マリー何もないところです転ぶとか最高。よせ。このバカ邪魔になるだろうが。あの、これって一体？ああ、これがマリーの目を合わせる力だ。数分間だけ、目を合わせた奴の動きを完全に止める。